青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。青春ライバル物語ビッグ4編、1974年前編。さて、ここからの時間は青春ライバル物語シリーズです。同じ頃にデビューをした複数のアーティストのね、まあ、活動にスポットを当ててリリースされたシングルのね、順番に聞きながら、成長の度合い、そして、お互いの切磋琢磨、そして時代の流れ、音楽シーンの栄枯盛衰、そんなようなものをね、つまびらかにしていこうというそんな企画となっております。まあね、一番最初はまあ新御三家シリーズというところからスタートしたんですけれどもね、その後まあスター誕生シリーズとかもいろいろやってきましたが、今回はビッグ4です。日本の歌謡史におけるビッグ4といえば、もちろん布施明、森進一、五木ひろし、沢田研二のこの4人になるわけですね。ほぼほぼ同い年、ジュリが1個下なんですよね。デビューの年もほぼほぼ同じ時期、まあ、布施明がちょっと早いというね、まあそんな感じですよ。で60年代、この65年の布施明のデビューからで、60年代の後半にかけて、ね、五木ひろしを除く3人が、スターになりね、ヒット曲を飛ばし人気博し、まだ10代でしたよ。で70年代に入った時にね、ちょっとまあ時代の流れが変わります。それまでねキラキラした60年代の雰囲気から、70年代に入ってくるとちょっと影がね出てきて、人生というのはそんなにキラキラしたもんじゃないんだよとかね、理不尽なものなんだよとか、そんなような空気感が70年代の空気なわけです。まあサウンドでいうとビートルズのロックンロールから一転して、ギター一本のね叙情派フォークみたいなのが主流になります。ちょっとね世界観的にもね、ちょっと70年代に入ってしみったりな感じになるわけですよ。貧しさに負けたじゃないですけどね。そんな中、まあその一番キラキラした60年代にねデビューした4人にとってもですね、そこはなかなかねこう大きなこう転換を強いられるわけです。そしてね、出だしスタート出し遅れました五木ひろしが72年にね、3回目の名前ね、五木ひろしという名前で、デビューして、いきなりね、横浜黄昏が大ヒットして、そっからね、あれよあれよとスターダムにのし上がるわけですよ。かたやね、デビューしてすぐ人気博してて、森進一が、まあ、若干ねその模索じゃないですけれども、まあ、五木ひろしを多少意識するような、何かそれまでのね、こう熱唱系の歌じゃない何かみたいなところを模索し始めます。そしてジュリーの方は、まあ、タイガースよね、グループサンズで人気の頂点に立つわけですけれども、まあ、グループサンズブームの終焉とともにね、一気に人気が下落していって、下落していって、もうね、その何やら忘れられた存在になりかけてたわけですよ。でもそのね、解散したらソロになると、一方でね、自分のバンドもやりたい、ピークというグループもやりたい、まあ、そんな風な、ね、模索の中で、許されない愛というね、ソロデビュー2曲目がヒットしまして、改めてソロ歌手としての沢田研二がクローズアップされて、ヒットをね連発していく、そして、その人気が確立していくと。片や布施明の方はですね、ヒット曲を出すんですが、本人の、ね、持ち味である熱唱的な歌唱力を生かしたスタイルが評価の割には、ね、大きなヒットにならない。じゃあどんな軽い曲を歌えばいいのか、それでも、ね、なかなか大きなヒットにならない、若干模索に入るわけです。歌唱スタイルもね、なんかいろんな、ね、曲を歌うのにこのスタイルでいいんだろうかと、まあ、布施さん自身も大きく悩みつつある、まあ、それが70年代前半の流れだったわけです。そして前回73年をねお伝えしましたが、高校でね大きな変化が起こります。一番大きな変化はジュリーがですね、まあ、危険な二人というね、大ヒット曲をね、手に入れました。あれが、まあ、当時の、そのジュリーの、もう一番ね、的確にそのイメージを伝えている、美青年で、色男でね、でもなんか、可愛らしいところもあって、で年上の女性にね、熱烈な愛をね、歌うと。でも曲そのものは、ちょっとグループサウンド時代を思わせる、ポップなね、ロックンロールみたいな感じでね、大ヒットとなって、ジュリーが、まあ、押し押されの大スターとなるわけですね。そして、五木ひろしがですね、着々とヒットを重ねていって、この73年におそらくは鼻からレコード大賞の狙いに行っ
ったんだろうというのが僕の見立てでして、そのね、ヒットを狙った、まあ、ふるさとという曲ね、が、まあ、評価も得るんですが、まあ、それほどの大きなヒットにはならなかったと。で、これでは、ジュリーの危険な二人に勝てないということで、もう年末ギリギリね、エントリー、レコード大賞のエントリーギリギリの10月20日に夜空を出しまして、で、これで、無事、見事、レコード大賞を取るわけですね。まあ、本当にその実績とかで言うなら、その人気で言うなら、まあ、ジュリーがっていうところだったんですが、おそらくは、その、で、ふるさとと、危険な二人なら多分危険な二人取ってたんだと思うんですよ。下馬評通りに。やっぱ夜空がね、思いのほかいい曲でシンプルで、でもそれまでにないね、歌謡曲と演歌のちょうど間の、でもちょっと都会的な、雰囲気もありつつ、なんかこう、ふるさと思う気持ちもありつつ、ふるさとというかな、そういう離れていった、ね、人思う気持ちがあって、非常に良質な、あれ、ポップスですよね。うん。だから、もう、これはいいなと、こう、ギリギリのところで思ったんちゃいますかね、なんか、うん、その審査員の方々も。危険な二人で、それでそうなのよね。そこのこう胸に染みるものがない分だけちょっと不利かなというところがあったんじゃないかなと思うんですけどね。そんなわけで、その4人の中で一番ね、デビューに苦労し、そして、後から追いかけてきた五木ひろしが、大きくね、刺していって、4人の中で一番早くレコード大賞取るわけですね。まあ、これは多分森進一にとっては大きなショックだったんじゃないですかね。あんだけでスタートダッシュしてたのに、ちょっと模索したばっかりに抜かれてしまったと。まあ、そんな空気感の中で、今回は1974年に入ります。で、布施明の方は甘い十字架というね、ヒット曲を出すんですが、まだそれがこうね、その路線としては定着したような感じだったんですね。そんなわけで、まずは年またぎの曲から行きましょう。1973年の11月21日にこんな曲がリリースされます。しないでいい続ける愛している時点あなたがいる限り時点もう離さない金色に輝く夜に落ちてゆくよ。はい、沢田研二です。見せられた夜、11月21日リリースですね。前作ね、まあ、その危険な二人胸いっぱいの愛をということで、その、ジュリーがもともとやりたがっていたニューロック、まあ、ちょっと、ブルースっぽいロックですね。だと、やっぱりね、何かちょっとマニアックの空気あるんじゃなかろうかというような思惑があって、まあ、危険な二人がヒットしまして、ほんで、その胸いっぱいの悲しみで、そのままアメリカンポップスから、ちょっとフレンチ寄りにっていう、この辺から流れが出てきたと思うんですよね。なんかフレンチポップスっぽいがジュリーに合うんじゃないかということでしょうね、きっとね。で、この曲が、カバー曲なんですよね。フレンチポップス歌手のカバー曲でしてね、マイク・ブラントというね、なんかイスラエル系のそのフレンチポップス歌手ということでね、そのカバーと。まあ、そのいきさつはちょっとよくはわからないですけれども、まあ、おそらくこういう感じがジュリーに合うんじゃなかろうかというところからでしょうね。だからそのでこのくらいからなんかこうフランスデビューみたいなことも、ね、視野に入れていって、まあ、その世界歌謡祭とかそういうのいろいろありました流れもあってね、まあ布施明がまあイタリア感想でなら、ジュリーはうちの澤田はフレンチで行こうみたいなのがあったのかどうか分かんないそこはね。でもこの曲いい曲でね、そのちょっとやっぱり日本の歌謡曲ではない感じですよね。かといってフレンチポップスのような、 なんか、ね、ちょっと古い感じのシャンソンとかでもなくってちょっとおしゃれなポップスですよね。ね、これはやっぱりジュリーの甘い声に合っててね、非常にいい曲です。このアレンジがまたいいんですよね。ということで 34.5 万枚で最高位は3位です。いや、いいと思います。はい。これ安定した人気をね、
保たれます。そして年が明けます。74年の1月15日にこの曲がリリースされます。北の町ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうち老いぼれてしまう「なまり通した年月を拾い集めて温め合おう」「襟物春は何もない春です」2杯目だよね。コーヒーカップに角砂糖一つだったね。さあ来ました。ここでこの曲が登場するわけですよね。年明けてすぐ1月15日にリリースされました森進一、襟裳岬です。まあだからいや唐突な感じがしますよね、この流れ聞いてて。まあその演歌の本流というところをこう守りつつ、どうにかしてねポップス的な要素を入れるね手立てはないものかみたいな方向性だと思うんですけど、まあこれねいろいろあると、まあ話としては、まあこの頃のレコード会社ビクターがまあ企画ね、創立20周年の企画として何か面白いものがないかということで、まあ所属歌手のこう記念版みたいのを出していこうと。もうね、まあなんか新しいアイデア出せよというような話の中で、その担当されたディレクターが、その吉田拓郎のね、こうちょっとことを思い出したと。で、吉田拓郎がなんかのね、ラジオかなんかで、その森進一に、みたいな人に曲を書きたいみたいなことを言うたとかで話ですよね。で、その、まあ、吉田拓郎自身がおそらく森進一のことがまあ好きだったんでしょうし、そのね、で吉田拓郎のメロディーってやっぱり演歌との親和性も非常に高いと。ただまあその歌い方崩し方が独特なので、いわゆる歌謡曲のフォーマットには乗っ取ってないんだよね、ですよ。字数が合ってないとか、ね、そのコードの展開がちょっと強引さがあるとかね、いうのがあって、まあ、であともうその演歌畑の人たちがその頃まだねフォークとかシンガーソングライター系をちょっと低く見てたので、所詮アマチュアだろみたいなねところもあったのもあって、なかなかそういうのはなかなかこの時期では実現しにくかったのが、まあそのディレクターの若いディレクターのそのちょっとチャレンジしたいということと、で森進一自体がやっぱりそういうの歌いたいと思ったんでしょうね。なんや言うても若いですもん、この頃森進一まだ20いくつとかぐらい、24、5ぐらいですよね多分ね。ねずっとねこう同じタイプの歌を歌うよりかは、ね、何か新しいことを思っていって、で特にやっぱりその五木ひろしに先を越されたというのも大きくて、何かこうね歴史に名を残すじゃないけどそこをしたいというね意欲あったんだと思うんですよね。でこの曲をまあ歌うことになって、これね吉田拓郎のバージョンを並べて聞くと、いかに森進一の歌手としての力量が偉大かというのが分かりますよね。いやちゃんとね歌詞を理解しメロディーを理解し自分のものとし、そしてなんか情感を込めて歌い上げる、そして細かなテクニックを入れていくというね、さすがと思わせるものがありますよね。うん、で、これが、結果的に 46.2 万枚で最高位は6位と。まあ、この当時の森進一からするとね、で、じゃあ、まあ、交渉100万枚打ったとか言うんですけど、まあ、実質の数字、年間の数字としてはこれぐらいなんですが、これまあ、ここが僕の、まあ、想像なんですけど、この単体1曲だけでは、でもやっぱり弱いとは思うんですよ。面白いけども話題になったけどって言うて、で僕はそのこれはその1個前の前回紹介しました冬の旅というシングルね、
あれとの、言うたら、こう、コンビネーション。あの、冬の旅があっての、襟裳岬というね。この二つの合わせ技で、森進一ですごいなと思わせるということにうまくつながったんじゃないかなと思うんですよね。あ、冬の旅こそ、あれこそ森進一じゃないと、歌えない曲で、あれが、まあ、リリースがその10月5日ということもあって、レコ大にほぼ森進一絡めなかったんですよね。そういうのもあって、まあ、五木ひろしがかっさらっていったんですけど、あの冬の旅がもしもうちょっと早く出ていれば、もうちょっとええところに持ってきた、歌唱書ところぐらいにまで持ってこれたかもしれないと僕は思うんですよね。でもそこのちょっと時期をずらして、あの冬の旅自体が、あの曲の良さ、ね、あれも売れてます、3位まで行ってますので、そこをちょっとね、話題に乗りなかった、そこのすぐ後にこの襟裳岬が来たので、その合わせ技で、大きなね、評価につながったんじゃないかということになるわけですよね。これ1月に出しますから、ここから1年間かけるわけですよ。襟裳岬で、森進一さんは。はい。そこまで覚えておきましょう。さあ、そして3月に入ります。3月の1日にはこんな曲がリリースされまーす。もう何も言わなくてもいいの、あの鐘が鳴り終わったら、もうあなた引き止めなくてもいいの、この道をいつかのように私一人で帰る。アディアディオスグッバイと別れの言葉はあるけれど、あなたの小指血の滲むほど噛んだ、それが私のさよなら。幸せはほんの少しでいいの、思い出あるから。はい、五木ひろしです。別れの鐘の音ですね。はい、3月1日リリースですね。まあ、レコ大を取りました夜空の後のシングルということでね。まあ、6ヶ月か、5ヶ月の間を置いて、まあ、出された曲ということで。まあ、なんやろね、その夜空ありがとうございますみたいな感謝の感じですよね。まあ、普通のポップスです、これって。演歌でも何でもなくて。ゆうや、町秋の、町の明かり的な曲でね、そのまま、まあ、フォークとしても成立するし、まあ、ポップス歌謡としても成立するような曲で、五木ひろしも、普通にポップスとして歌っていて、ね、いや、普通にいい曲だと思いますけれども、まあ、でもまあね、その、これは僕の持論なんですけど、この 8分の6の86っていうんですけど、リズムがね、タッ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 いい曲だとみんな思うんですけどね、まあ、そういうのが、うん、で結果的には17万枚で15位です。だその五木ひろしの方もそのちょっとこうフォーク寄りの方にちょっとね視野は目くばせはしてるなっていう感じはしますよね。まあ、この曲がどういう季節でリリースされたのか分かりませんけれども、はい、そして3月の10日にこの曲がリリースされます。何か君と暮らし始めていた、西日だけが入る狭い部屋で二人、君にできることはボタン付けと掃除だけど満ち足りていた。
かじりながら語り明かしたよね。愛はあれからのぞえ、さあ来ました、布施明です。積み木の部屋、3月10日リリースです。さあ来ましたね。いやーね、だからその前年のね、まあ、甘い十字架がまあちょっとヒットしました。でもあれもそれまでのこう布施明のイメージから得られるね、まあそのポップスという感じで、でまあね、作家をそのジュリーと同じね、その加瀬邦子とか、とかあのね、流れでその曲をやらしてるところでポップス寄りにしていくっていうのがあって、でも愛を飛びがあんま売れなかったので、さあてというところでこの曲ですよね。僕はその布施明特集のところでも話しましたが、この曲の何がそんなに良かったかというと、その作品です。やっぱりちょっと この時代フォークソング的なものをいかにそのもう取り入れるかということが大きなテーマになったんだと思うんですよ。やっとみんな気がついたって感じなんですよね、この74年になって。あ、違うんやと。なんかこうファンタジックなドラマティックな愛を歌えばいいってもんじゃなくて、もっと日常のささやかなね、愛や恋やを歌わないとっていう感じにやっと気がついて、でこれがその当時 の, その、ね、同性、若い者の同性生活ですよね。まあ、それがもうね、あのかぐや姫 の, その神田川とかが来る流れで、それまではあんなね貧乏ったらしい歌をそんなスターが歌って、あのなんか説得力がないやんけとかなるわけですよ、ね、でもただ布施明にはその説得力があって、それはなぜかというと、あのちょっとね、繊細な感じ、文学青年的な感じね、ちょっとシャイな感じの、で、あんまりスターしてないね、布施明自身が。なんかこう、あんまり遊び歩いてるような話もないし、なんか恋愛に対してもちょっと真面目そうだし、みたいな。本来の布施明のキャラクターね、その、生地や顔がバタ臭い男前で、歌が上手いがゆえに何かもっとなんかこうね、派手派手しいイメージを持たれがちなんですが、布施明自身はそんなことはないね。やっぱりこう、純情な文学青年なわけですよ。で、そこに、やっとまあ気がついて、で、このね、本当にもうね、四畳半フォーク的な歌の世界。ただそれだと、布施明のその、歌唱力の出すところがないので、そのささやかな、ね、日常のね、こう、恋の物語をドラマチックに歌うと。これがこの曲の一番の良かったところで、だからこう、ね、フォークギターでポロポロ歌うんじゃなくて、その、本当にささやかな出会いと別れを、こう、ね、歌う、朗々と歌うことで、感動が胸に来るというね。これこそが、まあ、布施明にしかなし得なかった。ね、この曲がね、こう出た時に、僕はね、その、すごく印象に残ってるんですけど、まあ、当時の記憶してる人の話を聞くと、本当に長い間売れたと。で、これ3月10日にリリースで、ほぼほぼ1年間ぐらい、ずっとヒットしてたらしいんですよ。で、それが証拠に、売上が 58.2 万枚で、最高位は4位なんですよ。だからそんな1位取るとかって感じじゃないけど、ずーっと入ってたという印象があるって言ってね、この前言ったら春先に出て、夏秋ね、そして最後レコード大賞の時まで、布施明がこれ歌ってたっていうね。で、この曲自体やっぱり秋っぽい曲なので、まあ夏を超えて秋にさらにまだね、こうヒットをまだ続けていたというのは、なかなかさ、やっぱ想像には難くないですよね。これがだから、やっと布施明のこう、あるべき姿、まあ24、5ですかね、の青年のこう、等身大の歌を歌うね、方向性が見つかったんだとこういう感じだと思うんですよね。で、ルックス的な見た目も、その、それまでね、スターとした、まあなんか、モーニング、なんか派手しい衣装ね、着るんじゃなくて、普通のセーターにスラックスみたいなとかね、まあジーパンだとか、っていうところを持ってて髪の毛も長いで、本当にそのこう、ロン毛ね、挑発っていうことも前面に出して、で常になんかこうね、眉間にしわを寄せてる感じね。これが、だからまあ、新しいファンを、こう、等身大のお兄さんみたいな、なんかこうね、ちょっとこう、モテてるけど、シャイで話しかけにくいけど、話しかけたらめちゃくちゃ気さくなお兄さんみたいなね。でもなかなか手も握ってくれないみたいなね。なんかそんなイメージが、ここで確立したと思うんですよね。はい、よかったです。布施明がここで。で、この曲で初めてレコード大賞に呼ばれていて、まあ歌唱賞ね、ですよ。布施明にとって初のレコード大出席となるとね、おめでとうございます。パチパチパチ。さあ、その後、3月21日にはこんな曲がリリースされまーす。
邪魔さ僕は僕で顔を背け今しばらくはまだ心に僕は僕で別な人の切ない恋と別れたばかりお前の視線を避けて沢田研二です。恋は邪魔者ということでして3月21日リリースです。まあね、危険な二人の大ヒットがやっぱり大きくね、ジュリーのにもジュリーさえでも余裕が出てきたと思うんですよね。で、おそらくジュリーが本来やりたいと思っているバンドサウンド、本来はピンクを続けたかったわけです、ジュリーとしては。でもね、やっぱりそれは商業ベースで言うと、まあそういかずに、こうね、いろんなこう派手派手しいというか、ゴージャスなサウンドみたいなことが、まあ、与えられるとしたら、年に一回ぐらいは、一枚ぐらいは自分の好きなような感じをやらせてくれみたいな交渉があったのかもしれないんだと思うんですよ、なんとなく。だからこれは本当にバンドのメンバーね、井上貴之バンド、まあ、言うたらピンクのメンバーですよ、あの証券をのけた。ね、そのメンバーで曲を作ってレコーディングをしましたって音で、本当にバンドサウンドでね、こう、多分一発撮りに近い感じで。で、これのなんか映像 PV みたいなの見たことあるんですけど、いや、本当にバンドですよ。ねえね、その、他の、例えば、危険な二人とかは、スタジオミュージシャンが、もうさっき撮ってて、アレンジャーと一緒に撮ってて、ジュリーは歌をかぶせるだけだったのが、まあ、こういうのもね、やらせてもらってて、だから、それも、その、ジュリーが本当に走りだと思うんですよね。その、歌謡曲の、こう、フォーマットでバンド的な、サウンドをレコーディングして、メジャーの感じでリリースって、もちろん、ね、バンドとかやってましたけど、そのトップスターがそういうことをするというのは、つまりそれまでのレコード業界の暗黙の了解であるね、アレンジャーがスタジオミュージシャン集めてレコーディングをして、そこに歌だけかぶせるというね、そうじゃない仕事の仕方っていうのを持ち込んでいって、ちょっとずつちょっとずつ環境をね、歌謡曲の中にそのロック的なものを持っていこうとする、まあその一環ですよこれね。非常にまあジュリーの良さも出ているし、バンドの良さも出ていて、非常にね、僕は好きな曲です。売り上げ的には 27.4 万枚で最高位は4位です。ねえ、見せられた夜とかよりかはやっぱちょっと落ちるのはしょうがないですかね。でもまあ胸いっぱいの悲しみとそう変わらないので、まあ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 、ジュリーファンにとってはまあ別にね、そこそんなに分けて聞いてるわけではないので、まあいい曲だと思うんですよね。まあジュリーがまあこのあたりはずっとキープしてる感じです。さあ、そして4月の15日にはこんな曲がリリースされまーす。汽車に乗り遠くへ行くと、あの人の肩を抱き、あいつは言った。お前にはこの恋を分かってほしいと、繰り返しそう言って、あいつは泣いた。さらば友よ、もう何も言わない、ここでここで見送ろう。後ろ姿を森進一です。さらば友よ、4月15日リリースです。
さてね、まあ、襟裳岬もロングヒットを続けております。そんな中で出された曲ですよね。まあこのそうやな、だから、2曲ぐらい入ってきてる感じですよね、きっとね。でこれなんですけど、まあ、これがその襟裳岬の1個前の冬の旅と同じ、まあ、作家人なんですね、悪友猪俣幸四郎、そして森岡健一郎先生の編曲ということで、だからここつながってるんですね。冬の旅とさらば友よはここがつながってて、間に襟裳岬が入ってきてるんですよね。でそれは非常に僕はいいなと思ってて、でそのやっぱり冬の旅の何がいいかというと、それまでの森進一 の、歌ってた曲というのは、まあ言うたら演歌、その恨み節ですよね、女心であったりっていうのがあったのが、もうちょっとそのなんていうのかな、男のなんかロマン的な、まあ、LMM 席もそうじゃないですか。だから女心を歌うとか愛や恋で歌うんじゃなくて、その男のロマンを歌うとすると、ちょっとその大げさな歌唱にも何か説得力が持たれされるんだと思うんですよね。ね、こういうちょっとこう悲壮感のある曲で、ね、これでも森進一と抑え気味に歌ってます。でもそれがその男のね、やっぱりそのこう秘めた思いみたいなところにもつながって、で最後のねこう聞かせどころでうおーっと来るというね、だから普通に感動できる曲だと思うんですよね。もうこのあたりの森進一の曲はいいですよね、本当に、かっこいい曲だなと思うんですけどね。売り上げは 29.2 万枚で最高位は5位です。まあね、その冬の旅襟裳岬よりかはちょっと落ちますが、まあでもこの売り最高位で5位まで来てるということは、その森進一に対する期待感がね多くて、こうドッとねちゃんと発売日と同時に買っている人がいるということもあるので、ここは非常に森進一って非常にいい流れが来てるなと思うんですけど、いかがでしょうかね。ということで、まだ74年で、まあ、結果は知ってるんですけど、襟裳岬レコード大賞取るんですけれども、この段階でまだ全然見えておりません。どんな風にして後半戦ね、曲をね皆さん作っててリードしていくのか、面白いな、気になると思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をお願いします。次回後編に続きます。それでは今回も、6月の1日に、山下圭司さんというね、僕がプロデュースしているシティポップシンガーのライブがありますので、そんな圭司さんのミュージックビデオをお聴きいただきながらのお別れです。毎週金曜日のラジオ大阪情熱の羅針盤も引き続きお聴きください。それではまた。テラスに君の甘い声はもう聞こえない。悪い夢の中で砕け散る空のように儚い恋だと残りがだけ置いて、忘れられない。